無事にガソリンも入れまして、今道の駅の猿払公園に着いたとこですが、どうやら来たようです。今日ね、網走なんですよね。宿があと260キロぐらいあるんですよね。とりあえず今からちょっと完全防備をして、余裕があったら餌ぬか船通るところを映像に収めようと思いますが、余裕なかったらもう今日はこのままホテルまで行ってしまいます。では、いやー、いい、素晴らしい。朝の8時40分ぐらい、宿出るときには今ぐらいの時間にはこの辺も雨雲かかってたんやけどな、なんとか耐えてくれたな。もう絶対次北海道来るとき、この北北海道をなんとかせなあかんな。で、今から何をすんのって言ったら、もうのんびり網走に向かうだけなんです今日は。さっき雨雲レーダー見たら意外と足が遅いようで、あと3、40分ぐらいはもう雨なしで行けそうな。では気をつけて行ってまいります。おはようございます。3日目です。今が8時10分、8時ちょうどに宿を出て今走ってます。気温が16度。今日はですね、雨はないっぽいんですけど、晴れもないっぽいんです。最高気温が20度いかないだろうということで、ウィンドブレーカー起きてます。まあ昨日はえぐい雨やったんですけどね、それに比べたらよしとしましょう。今日は今回の北海道ツーリングの中で多分1日一番写真を
多く取る日だと思うんです。お日様がないのがねちょっと残念。うーわとか言いながら1個目の目的地のとろ岬にもう着きます。ここね素晴らしい。灯台行くにはちょっと時間が早かったかな。めっちゃ絵になるな。青空やったらな。さてこっからちょっと短いスパンでポンポンといろんなとこ行くんですけど、最初に行くのが網走監獄。時間的に中入れないと思うんで外から見るだけなんですけど、博物館、おー博物館になってんのか。おー止めに行く。このバイク泣かせのこの道嫌やな。この右に傾斜してるところスタンドが出せへんな。まここはもう写真だけ撮らせてもらいます。北海道的な感じ。これはもうあえてこういう感じの配色にしてはるんかな。めちゃくちゃおしゃれよね。右見ても左見ても素敵。あれ？着いた。イエーイ。意外と交通量が多い場所にあるメルヘンの丘。もう青空じゃなくてもやっぱりいいもんはいいね。では次行きます。次もうこの近くです。わー素敵。映画ロケ地怖い怖い怖い。もうここか。オーベールの丘。ああここや。
おお、ミニジェットコースターの道みたい。いやーここいいね。そら映画もロケするわこんなとこやったら。あー結構勾配あるな。おいおい、あーええな、ここなんか。さあどんどん行きますよ。今日は今が9時47分気温が18度。ウィンドブレーカー来てるけどかなり快適です。ということで次向かいます。おお、またキツネが。そうそう、その昨日土砂降り走ってるところ、どこら辺やったかな、場所あんま覚えてないんですけど、鹿がね飛び出してきたんですよ横から。まあ言うても、50、100メートルぐらい前やったんですけどね。で雨の中やし僕もそんなスピード出せなかったんですけど、ビビりましたよさすがに。今回の北海道ツーリング3日目の朝にして、鹿2回とキツネ3回、あとねヘビ1回見たんです。ある意味当たりやな。ここ天なんですよ。あかん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 、そっちあかん、そっちあかん、あー